それでは、来たる1月4日2015年の、厳密に言うと2回目の興行になります。1月4日日曜日、後楽園ホール大会夜大会となりますクラッシュ50、メイベントで初防衛戦を行うことが決まりました。クラッシュアンダー65キログラム級チャンピオンのブッチビート寺崎直樹選手の登場です。はい、寺崎選手は、7月7月13日後楽園ホール大会で、広谷選手の初防衛戦の相手として、タイトル初挑戦しまして、1ラウンドノックアウトで、勝利を飾り第2代クラッシュアンダー65キログラム級のチャンピオンとなっております。そして今回が初防衛戦となります。それでは挑戦者をご紹介させていただきます。 DTS ジムノーマン選手の登場です。よろしくお願いします。両選手は、ご存知のように、ワイルドラッシュ1回目のワイルドラッシュのリーグ戦でも、対戦をしており、今回はチャンピオンシップで、グローブをまた交えることになりました。それでは対戦が決まりました。ここで寺崎選手から、この試合の意気込みをお聞かせください。お願いします。はい、寺崎です。意気込みなんですけども、まずこの話をいただいたときに複雑な気持ちでした。まあそれはなぜかというと、まあちょっと自分たちのブログとか過去のことをしている人からすると、ノーマンとはめちゃめちゃ仲がいいです。でですね、その仲がよく、そしてですね、まずここにベルトがあるのは、自分のもちろん力も、あったんですけども、ノーマンと、DTS ジムさんのおかげだと思ってます。僕はそれはなぜかというと、ワイルドラッシュの時まではですね、黒船とか下宿とかで練習をしてたんですけども、リーグ戦の最後にノーマンに飛び座で撃沈され、でそれからまあちょっと自分はちょっとしばらく休もうかなと思ったんですけど、ノーマンからちょっと上から目線なんですけど、ちょっと練習しようよみたいな、ちょっと基礎から教えてやるよみたいなことを言われてですね、最初はイラッとしたんですけども、実際梶原戦の前ぐらいから DTS ジムに練習を生かしていただいてですね、ノーマンともう今まででないぐらい結構練習をいっぱいしてですね、でそのおかげで、まあ、梶原さんと話し合いができて、でさらに石川選手に勝って、で今回の平谷選手に勝てたのも、もう本当にノーマンのおかげだと僕は思ってます。なんで、複雑な気持ちでしたけども、僕たちは友達なんですが、その前にプロのアスリートです。なんでこういう話が決まった時はもうそこは、ね、家族ぐるみで仲はいいですけども、それはベルトをかける一人のアスリートとして、もう懸命になって戦おうかなと、そういう思いですね。はい、ちょっと長くなりましたけど今はそんな心境です。それでは、タイトル今回初挑戦となりますノーマン選手、お願いします。DTS ノーマンです。まあ、僕は、65のトーナメントで、あと一歩でタイトル失敗して、今回早々にまたチャンスをいただけたので、もうこのチャンスをものにすることだけ考えて臨みたいと思います。まあ、市場とかいろいろあると思うんですけど、まあ、プロとして、まあ、見てるお客さんは試合しかほぼ見てないと思うんで、
そこでプロとして結果が出せるように、そしてまあ内容もしっかり残していきたいと思います。以上です。それでは、両選手に、記者の皆さん、ぜひご質問をお願いします。はい、まあ、今回その初防衛戦の相手、はい、でまあ、こういろんな候補があるので、ノルマ選手が選んだというか、まあ、決めた理由は何だったんでしょうか。そうですね、まあ、前回の試合は中澤君とやったんですよね。そうですね、まあ、その時の、まあ、しっかり安定した勝ちっぷりと、あとやっぱり、まあ、これまでの実績ですよね。トーナメントは惜しくも、準決勝だったんですかね、残念な結果に終わったんですけど、それまでのやっぱり実績と、あとまあ現在の調子と、やっぱ他の選手のちょっと状況もあって、例えばやっぱり、平井君と最後決勝争った高君なんかはちょっと今怪我して、欠場していたりっていう中で、ふさわしいのは誰かっていうところで、まあ、真っ先にノーマン君にオファーさせてもらいました。やっぱりいろんな、2人のね、過去の対戦もそうですし、そういった付き合いもね、ちらっとは聞いてましたけど、受けてくるだろうなと思って、オファーして、まあ、今コメントにもあった通り、受けてもらえたんで、非常にやっぱり年明け飾るにふさわしいいいタイトルマッチになるんじゃないかなと思ってます。寺崎選手にはまあ2戦やって2回勝ってるんですけど、まあ一発は僕よりは持ってると思うんですけど、まあここ一番強さを発揮するタイプだと思うんですけど、まあ、時々強いっていうイメージなんですけど、あとはあんまり安定してないとこもあると思うんで、そこを僕はつけたらなと思います。はい、ありがとうございます。それでは寺崎選手、ノーマン選手の印象をお聞かせください。はい、ノーマンは皆さんご存知の通り、ブログであんなにいろんな感じやら表現ができる人なんで、それはやっぱファイトスタイルも出てて、その選手その時々でいろんな引き出しを持ってるんで、とても器用な選手だと思いますので、普通に今やったらまたこの前の平田選手と同じで自分の方が分が悪いとは思うんですけど、まあそうですね、自分は確かにその安定しない部分はあるんですけども、ひらめきというか、そういうのはノーマンよりは多分一瞬のあると思ってるんで、またこの前と一緒になっちゃうんですけど、その一瞬にかけて戦おうかなと思ってます。すみません、分かりません。もう毎回毎回フルボッコにされてるんで、どうしたら倒せるのかなって今一生懸命考えてますね。そんな感じです。弱点は今言いたくないんですけど、まあいろいろ弱点は僕は見抜いてるんですけど、予期せぬパンチとか寺崎選手は持ってるんで、まあ、広谷選手を倒したパンチも僕はまぐれだとは思ってないんで、その一瞬の強さを消して弱点をつこうと思ってます。
にそのノーマ選手はその自分がこう取れなかったベルトを寺崎選手がこう一発で取ってっていうのを見て、正直そのどんな気持ちで見てたんですか？寺崎選手がまあ広谷選手に勝った意味っていうのは、いろんな意味で大きいと思うんですけど、まあどん底から這い上がってきたっていうことで、他の選手もやる気になって、僕もやる気になったんですけど、その面ではすごいと思うんですけど、質問なんでしたっけ？まあ、どういう、例えばジェラシーを感じたのか、まあ、どんな気持ちでそのチャンピオンの姿を見たのか。そうですね、僕、結構地道に、寺崎選手も地道にやってきたと思うんですけど、まあ、なんていうんですかね、結構一気に、僕下に見てたんですけど、寺崎選手のこと、一気に抜かれた感じしましたね。寺崎選手はその、まあ、過去、まあ、戦って、まあ、勝ってない相手と、まあ、こういった形で防衛戦という形でこう迎え撃つというか、そういう試合になりましたけど、はい、その辺はどんな気持ちですか？そうですね、まあ、複雑なんですけども、やっぱり、ね、誰しもファイターは負けたくなくてリングに上がってると思うんで、まあ、どんな市場だとか、やっぱ35歳になっていろいろ丸くなった部分があってですね、まあ、人に対してどん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 年を追うと優しくなっていくんですよ。で、まあ、それが一番出たのが正直リーグ戦かなって思ってまして、その前まではもうリング上がるとこいつ倒してやろうみたいな感じだったんですけど、なんか、まあ、リーグ戦の中にまあ、ノーマンもその時いて、もうその時にはもう友達だったんで、いろいろ話してるうちになんかちょっと大人になってしまった自分がいてですね、まあその結果もあってあんな無残な形になって、で時間がある時にですね、もう一回もう戦いとは何ぞやと、それをちょっと自分に問いただして、そしたらやっぱり1対1の勝負でやっぱ勝たなきゃいけないとか、そういう昔の気持ちが今はすごく蘇ってきたんで、だから 2回戦って負けてる相手にはやっぱり最後は勝たなきゃなって、というかその勝ってない選手がいるのにチャンピオンというのは正直おかしいかなっていう部分があるんで、そこはもう自分が一応今はチャンピオンですけども、もうノーマンにザ・リベンジですね。テランボー VS ノーマンの最終章だと僕は思ってます。続いていかがでしょうか。もう少し前に K1 で同じ階級のトーナメントがあって、そちらすごく盛り上がりましたけど、まあ同じ階級のタイトルマッチとかそういった部分でも注目が企画されると思うんですけど、まあどんなタイトルマッチしたいとか、どんな試合をしたいのか、まあ、もしくはその K-1 のことを意識しているのかとか、まあ、その辺のことを聞かせてもらえますか。お願いします。まあ、今はこのベルトだけ意識してるんですけど、まあ、それゆくゆくはそれは出たいとは思いますけど、今寺崎選手を倒すことしか考えていません。ではチャンピオンお願いします。はい、ですね、K-1 はやっぱり同じ階級なんで意識してないことはやっぱないんですけども、まあ、自分はたまたまというかあれですけど、いただいたチャンスでヒロヤを倒すことができてチャンピオンになったんですけど、まだ全然実績が足らないと自分の中で思ってたんで、だからあそこの場に、自分が選ばれないのは、まあ、まだまだ実力が足らないのかなって、素直に思ったんで、まずは、ね、自分のベルトをちゃんと守って、皆さんに認められてちゃんと強いチャンピオンだなって認められてから K-1 のもしオファーがあったら出てみたいですね。はい。なんかあの盛り上がりを2人で超えたいとか思ったりしますか？いやー、超えられると思いますね。はい、まあ、ちょっとふざけてなんですけども、ノーマンとどういう試合もし決まったらどういう試合やろうかみたいな、ちょっとね、あんまそういう話はしちゃいけないと思うんですけど、やっぱ仲がいいので話したら、
やっぱ自分たちがすごくリスペクトしているですね、ドンフライと高山のあんなガチな打ち合いを、まあ、ちょっとあれ首持ってますけど、それぐらいな人々の印象に残る試合にしたいですね。ですよね、野間さん。はい。え？いかがでしょうか。まあ僕それも戦略の一つなんで、まあ、空気を読まず行きたいと思います。それではまあ1月4日昼夜大会の大取りですね、最後の試合になると思います。これからファンの皆さんの期待も高まっていくと思います。最後にファンの皆さんに向けて、俺はこういう試合を見せたい、こう見てくれっていう言葉をノーマン選手からお願いします。まあ寺崎選手とのプロセスとか全く関係なしに、もう試合だけ見て、まあ仲いい者同士試合するなとか冷めるとかそういう意見もあると思うんですけど、まあ変な試合した時に批判してほしいと思います。あとは試合で見せたいと思いますんで、応援よろしくお願いします。それでは最後チャンピオン寺崎選手お願いします。はい、自分はもう正直選手生命は長くないと思ってますので、もう一試合一試合、全力でやって、全力で自分のファイターとしての歴史を残して、去りたいと思ってるんで、だからもうこのベルトをかけてノーマンと最後、まあ、最後というか、できるというのはこれは自分の中で運命だと思ってるんで、自分のそうですね、今までの積み上げてきたもの全てをノーマンにぶつけて、それを、自分の作品として残して、残したいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。記者会見でした。寺崎チャンピオン、挑戦者のノーマン選手ありがとうございました。